グスタボ・アドルフォ・チャシーンは、ベネズエラ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。1998年に、ドラフト外で、トロントブルージェイズに入団。2004年9月20日に先発で、メジャーデビューを果たした。その試合では、ニューヨーク・ヤンキース相手に7回4アンダー3、失点という、見事なピッチングを見せ、メジャー初勝利をマークした。 さらに2試合目の登板でも7回4安打一、失点と活躍。変則的な投球フォームと、左投手であることから、2003年の、ナショナルリーグ新人王、ドントレル・ウィリスになぞらえられた。2005年は、開幕から3連勝と、見事なスタートを切り、7月末の時点ですでに11勝をマーク。2002年のエリック・ヒンスキー以来3年振りとなる。 ブルージェイズからの新人王も、ほぼ確実かに思われたが、その後は2勝4敗と思うように勝ち星が伸びず、新人王投票では5位に終わった。2006年開幕前の3月に、第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは、左肘を2度痛めて、戦線離脱が続き、17試合にしか、登板できなかった。 2007年3月16日に飲春店で逮捕され解雇。2008年はブルージェイズとマイナー契約を結び、参加のアドバンスド A 級ダニーレンでプレーしたが、昇格することはなく、12月23日にワシントンナショナルズとマイナー契約したが解雇される。2009年はフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級リーハイバレーで18試合に、 先発し発症4敗、防御率3.21、ホイップ1.37の成績を残すが、メジャーに昇格することはなかった。11月9日に FA となり、12月14日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結ぶ。2010年は、参加のトリプル A 級ラウンドロックで開幕を迎えたが、五月三日にメジャーに昇格し、十一日のナショナルズ戦では、 メジャー初ヒットも記録。主に、リリーフとして44試合に登板した。2011年は、参加のトリプル A 級オクラホマシティで開幕を迎え、9先発を含む27試合の登板で3勝6敗、防御率5.13、ホイップ1.58を喫し、7月14日に、解雇。16日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。 11月2日に FA となった。2012年、カナディアン・アメリカンリーグのロックランド・ボールダーズに入団。シーズン途中にアトランティックリーグのロングアイランド・ダックスに移籍。2013年、メキシカンリーグのメキシコ・シティ・レッド・デビルズに入団。シーズン途中にラグナカウ・ボーイズに移籍。四季角異常を抱えながらプレーをしている。黄色やオレンジのサングラスが、 トレードマークで、試合以外の時でもサングラスを外さない。ありがとうございます。